れは本当に思い出深い朗読ですね。いやもう最後に私から、はい、本当に皆さんと一緒でよかったなって思う朗読劇だったんです。泣くやん。ちょっと含むもあります。いやなんか僕もその朗読で、まあ、清香として隣に立たせてもらってっていう中で、うん、こうやっぱりこう原作からこう抜粋したりとか、はい、こう流れが変わってるものがあったりですとかある中でこう自分の優しさの線をどうつなげようか、うん、感情の線をどうつなげようかっていうのは悩んだ時もあって、はい、それ引っ張ってもらえたなってめっちゃパッていう音でっかくなっちゃった今興奮しちゃった今。そう朗読の時にこう自分が悩んでてでも結局その朗読が進んでいくから、うん稽古も含めてねその時にこう道しるべになったのが本当にミオの芝居で、あこの人すごいなって思ったんですよあの時に。あめちゃめちゃ幸薄くて、その多分朗読見てる人からするとこうミオが引っ張ってるわけじゃなくて、ミオは引っ張られて幸せになってるんだっていうドラマの作り方だったと思うんですけど、多分あそこの板の上に乗ってる人ステージ上に乗ってる人みんなが思ってたのはミオの芝居に引っ張られてる、泣いちゃうそんな。それがすごいのこう回を追うごとに全4回あって全部引っ張り方が違って、そうですね、うん、それはその、まあ、本人がどう思ってるかわからないけど、はい、そのやっていくごとにその感情の引っ張られ方がすごく心地のいいものになっていて、うん、僕もそう思ってたし袖にいたみんなも思ってたことで、うん、これはミオが一人で舞台上に立ってる時に話してたことなんだけど、はい、あれだけあの子が頑張ってるんだから俺らももっともっとあの子のこうあの子に食らいついていかないといけないよねっていう話をしてて、で4公演やりきってたのが本当すごいなって思いました。バケモン、そんな、いやあれは本当に思い出深い朗読ですね。いやもう最後に私から、はい、本当に皆さんと一緒でよかったなって思う朗読劇だったんです。泣くやん。ちょっと含むもあります。もう皆さんと一緒だったからあのミオが生まれたんだなってすごい苦しかったんですけど、本当にもう楽しくて、あーよかった。もう旦那様も何を私がどう心を動かしても必ずキャッチしてくれるから、うんうんはい、いや大変よ。いやいやあなたのパスはね大変よ。あごめんなさい。いや繊細すぎるのよ。だから俺もなんか自分でこう拾いきれてるかなって思うし、いやいやいや、まあ、拾えてたって思ってもらえるんだったらありがたいけど、やっぱこう終わった後に自分の中であそこもうちょっとこういう拾い方あったなとか、すごいこう公演ごとに振り返って反省するところはたくさんあって、そんな、いや面白いねお芝居ってね。面白い、本当に生ものですね。本当に面白い。いやだからミオが本当に上田さんでよかったなって思います。こちらこそです。本当にありがとうございます。